はい、皆様こんにちは、緑茶でございます。本日は家庭でできるトレーニング用品100均で揃えてみましたということでね、やっていきたいと思います。まあいろいろとね、こうラインナップあるんですが、まあこれなんかはね、はっきり言ってトレーニングじゃないよね。ね、足すっきりマットですからね、これ足つぼね、のやつですので、ね、全然トレーニングじゃないんですけども、まあメインはこちらになりますね。はい、じゃあ早速ね、開けていきたいと思います。ではこちらのですね、すっきりマットね、こちらをちょっと開けてみたいと思います。こんな感じでしょうか。あー、思ったより硬いぞこれ。あ、これ痛いやつじゃないか。もっと俺柔らかいやつかなと思ってたんだけども、これやべえな。まあちょっと後でね、これ試してみましょうね。では2つ目の商品、こちら何ですか。エクササイズストレッチャー、こちらもね、見てみたいと思います。あ、こういう8の字になってる感じの、まあこういうことですよね。まああと、あの何でしょう、足に引っ掛けてね、足に引っ掛けてこういうふうにねやるやつですよね。うん、まあこれもね、ちょっと後で試してみましょう。今回の注目商品はこちらだと思ってるんですよね。こちら何かと言いますと、こちらね、こちら何かと言いますと、ペットボトルね、ここがね、ペットボトルの先端につくようになってるんです。で、ここにですね、まあ2リットルのペットボトル、水を入れてドッキングさせると、ね、そうすることによって、まあ2キロ2本であれば4キロのダンベルになるということですよね。それを2つ買ってきました。なので早速ね、ちょっとこれね、開けます。じゃあね、これカットしていきまーす。あ、これもか。はい、これでね、まあ持ち手はできたということですので、ここにペットボトルをつけたいと思います。ではね、ペットボトルを用意したいと思います。はい、ということで4本のペットボトルをご用意いたしました。で、まあ大体ね、ほぼ満タン入れてありますので、まあ大体2キロずつ、まあ2リッターなので2キロですよね。ということで全部で、まあ、8キロあるという形なので、早速ね、こちらの方これにつけてみたいと思います。果たしてつくのか。まあつくよね。ちょっと絶対ね、曲げるから。よし、これ結構キュッと、よし、これは本体回さないと。もう一周いかないか。こう縦にした方がいいのかな。もうちょいこれ回ってほしいね。
一旦これで保留はい、じゃあもう一つもやっていきましょう、ね、ということで、ね、2本、まあ、ちょっとね、向きあれなんですけども、2本できました。こちらの方なんですが、水4リッターかける2ということで、まあ、8リッターあるわけですよね。で、これを採用した、買ってみた理由の一つとしては、こちらね、まあ備蓄じゃないですけども、例えば断水になった際の使い水としての保存用のお水として使えるんじゃないかと。8リッターあればいろいろと用途があるんじゃないかなと。トイレに使ったりとかね、はいですけども、水あって困ることないと思いますので、とりあえずはトイレ流す際に使えるかなと。まあ、あとはまあほとんど役に立たないと思うんですが、万が一ですよ、万が一なんか料理してる時に若干火が上がったとか、あとちょっとぼやっぽくなったという場合に消火用の水として使えるということなんじゃないかなと。防災の点に関しても有効な商品となっております。では早速こちらの商品を使ってトレーニングやってみたいと思います。はい、それじゃあね、こちらの足つぼマットやってみたいと思います。絶対痛いと思うんだよなこれ。じゃあ行きます。痛い、ちょっと待って、これ結構痛いぞ。よっ、あ、あ、痛い足の方がなんか痛いような気がするな。いくよ。もうこの時点で痛いもん。痛い。いきます。よっ。痛い。全然すっきりしねえぞこれ。耐えるやつにしてみようか。じゃあいきます、30秒。こう、痛い、こっからスタート、30秒。あー、痛い。あー、まだ20秒。あー、痛い。
痛い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 、あと15秒、あーこれはきつい、痛い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 、あと7秒、よし、あと7秒、5、4、3、2、1、0、よし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 、さあテレビでさやるじゃん、こういうの芸人さんとかがさ痛い痛い痛いとかって、まあオーバーリアクションな部分はあるけどもこれねガチだわ。でもまあなんとか30秒ねやりましたんでね、まあこれで健康になるかどうかわかんないから、足裏もすっきりするかどうかわかんないけど、まあまあまあね、一応やってみましたということでございます、はい、もし足つぼマッサージ興味ある方はぜひこちらの方で200円ですのでお買い求めいただければなと思います。以上、足に引っ掛けて、でこういうことだと思うんですよね、やるとすれば。どうやるのが正しいの、うん、本当ガチで偶然なんですけど、ね、この間のやつはガチで偶然だったんですけども、今日はちょっとわざと落ちましたね。